キッズゲームスみんなコマンタレブーくもりんです。今日は一発の続きをやっていくよ。前はどこまでやっていったっけ。まあとりあえずスタートをしてみよう。あ、そうそう、この前は12までやったんだよね。じゃあ今日は13からやっていくよ。プリルはいないけど一人で頑張るぞ。おう、ステージ13、お金不足の危機。わあ、ブタさんが全然足りない。ガチャガチャ回す。何出たの。カニさん、どうしようかな。あれ、お財布。あれ、ほら、ないないよ。さっきのお兄さんかな。あ、こっちがある。あー、これなら足りるんじゃない。ダメ、なんでなんで。なんかいい方法ないかな。ガチャガチャを回すことしかできない。カニさん、あ、引っかかっちゃった。あの、引っかかっちゃって、あの、あ、ありがとう。うん、かわいいのだ。これいる？あ、好きなの？フィギュア、フィギュアくれた。これもしかして1000円で売れるやつ？やったー！いつの間にか故障中になってる。僕が壊したんじゃないよ。2000円あるよ。全部足したら5000円。やっと買えたよ。ゲームを買うっていうのは大変なんだ。ステージ14、落下の危機2。そういえば1があったよね。すごいとこにいるけどどうして。おりちゃん、大事故だよ。生きててよかった。これこれどうする。この中に。大丈夫かな。これ、イエイ、いいよいいよ。あ、なに、あ、マット、これ引いて。じゃあこうやって無事に成功。うんうん、平和的解決。ステージ15、おもらしの危機。それはまずい、それはまずい。何これ、上からなんか出てる、なんか出てるよ。ここ光ってる。何？なんで？いやー、髪の長い人が。いやー、髪の長い人が。でもぶつかるってことは幽霊じゃなくて多分生きてる人だね。あ、ナースのお姉さん、こっちの電気つけてほしいんだけどな。あ、懐中電灯あるじゃん。こんにちは。おばわかな。お化けさんじゃないよね。これあるけど使っちゃダメなのかな。これいります。あ、そっち行っちゃうの。なんかあった、鍵だ。開けちゃう。カーテン、これ何？カーテン、上、これで上に行くの。すごくない？上は電気ついてるんだね。クリア！トイレ間に合ってよかったよ。さあ、どんどんやっていくぞ。ステージ16、侵入バレの危機。今日は泥棒ですな。進む。あ、普通に進んじゃったらやっぱりバレちゃう。ピピピピ。ここは作戦を立てなければ。なんかある。ホース、ホース、使う？落ちっとな。あー、なんか大丈夫。なんで？難しい。ん？もしかしてだけど池に潜る？池！池だけに。うん、池たんじゃない。池だけに。ここから逃げ、あー！
さっきいなかったのに。やっぱり今かな。よしただの故障です。あれ、なんだこれ、これ、うん、キュッキュッてすると水が。バイバーイ、脱出成功、完璧だね。お次、ステージ17、冬将軍到来の危機。何が来るの。あ、冬が来た。カチコチ、あっという間にカチコチ。どうにかしなきゃ。あったかい、あったかくしたい。なんかすごい鍋だよこれ。大丈夫、あげようあげよう。あったかいね。そしていらっしゃい。あったかいよこの部屋。どうお鍋も煮えてますよ。まあ食べてってくださいな。あ、怒ってる。あれ、うん、これいります。あったまった。やっぱり冬さんもあったかいのいいんだね。鍋の具、食べる？頑張った！えらい！ここにこれを入れる！おいしい鍋の出来上がり！春が来た！あの、僕も鍋食べていいですか？ステージ18、炎上の危機！燃えてるよ！もう危機っていうか、もう燃えてる！パタパタする？にゃ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 、燃えた！そっか、風を送ると燃えるんだ。逆効果だった。こっちなんかある？あれ？そして夕方に、ワンちゃんうんちするかも。硬かったから水でもかけてみる？掘れる？これ掘ってどうするの？あ、砂だ。砂かける？あ、挟まった。砂ってすごい。ページ19、デスゲームの危機。入学式、仲間外れはどれ？うじゃない？あ、鍵だ。うだけ色が違ったからそうかなって思ったけど、出てきた。ハンカチいる？いりますか？渡せるんだ。じゃーん、すごい、お花が出てきた。くれるの？君にあげるよ。あー、いっぱいした。パン、やったー。緑の子も解放だ。なんか来た。ネジなんか巻き巻きするとこある？ここ取ってなんかある？映らなくなっちゃった。はい、背中にあるじゃん。ちょっと待って、この青の君絶対見えてたでしょ。教えてよ。でもみんな助かった。拍手してくれてる。実はいい人。ステージ20、結構来たね。迫る壁の危機、これよいしょ。ジャンプ、いいよいいよ。ほん、いいじゃん、これだ。あ、面白い。ゴールかな。残りの危機。
ぞ。牛乳だ。牛乳飲む？牛乳いっぱい飲むじゃん。すごい。もうちょっとだよ。みんな勉強してる。いっぱい頑張って食べたのに。鳥さんたちかな。鳥さん、あまり食べてよ。鳥さん、あげる。鳥分だよ。うん、もしかして終わった。僕なら一瞬で終わっちゃうけど、そうじゃない子もいるよね。自分のペースで食べていいからね。ご飯は美味しく食べるのが一番。ステージ22、世界滅亡の危機。やばいにゃん。あにゃにゃにゃ、ヘルメットで変身だ。腕につけるやつ。猫ちゃん、猫ちゃんで変身だ。猫モード、にゃん。あー、なんで猫ちゃんにやられた。猫ちゃんにはやられてない。これ何？ないだろう。ミミズをつけて、えい。長靴だ。普通に釣っちゃいけないんだね。別の方に行ってみよう。うん、こっちなら釣れるかも。ミミズをつけて、あ、あの子だ。あ、髪の毛が。ごめんなさい。ったく、こんなところまでいたずらしに来なくてもいいのにな。うん、どうすればいいんだろう。例えば、こっちで拾ったミミズをこっちで。あ、釣れた。こんなのわかるわけないよ。なかなか難しいですな。あ、僕の真似っこ。ピンを倒そう。ボーリングだ。いいな、いいな。どうやって隠れてたんだよ。そっか、普通に投げてもダメなんだよね。こっちにも人が。人気者だね。この人にやってもらおう。そうだね、お願いします。ドキドキ、ワンワン。どうすればいいんだ。この子にやってもらってもダメだったし。この頭。あ、やっぱり先生だ。お願いします。おお。おお。先生強。ね、全部先生にお願いすればなんとかなりそう。確かに、正解を当てよう。今度は教室だ。1たす1、2で、みんな気づけよ。このチョークを避ければ。やった、今回は簡単だったね。うん、今度は羊。眠れないみたいだね。ダンボール、何に使うんだろうね。うん、夢の中にまで。
で塞げば、うんうん、これだけじゃダメか、寝れない、あーん、あーん、やばい、このままじゃ羊切っちゃうぞ、何かないか何かないか、あ、次これで塞げば、うん、よし、できた、これでよく眠れるね、猫を助けよう、あ、木の上に、あと少し、あと少し、あー、また来たぞ、よく見る光景だね、もう言わないで、はは、これは絶対に回避したい、うん、あ、見てビービー、これは穴を掘って、これで、よし、やったクリア、ん、じゃなかった、あのスコップは使えそうなんだけど、そうだね、あっちにも漏れそうなところはあるけど、遠すぎるよね、一応掘ってみよう、うん、傘、何に使うんだ、あ、女の子が持ったね、あーれー、あ、降りてこれた、そういうことか、よかったね、ニコちゃん、本当だね、傘使えるね、僕もソーダおじさん用に傘持っておこうかな、今度は何だろう、きっとどこかに、わーん、もう絶対に負けないぞ、ん、これは浮き輪とあの先生の、これで変装すれば、うん、これであの子はロッカーから出てこれないはず、わっ、怒られなきゃいけないの、あ、バットマン、何に使うんだろう、女の子にバットを持たせて、持たないね、うん、お、ここか、これで先生も入ってこれない、そんなことしていいのか、ゲームの中だからオッケー、よし、これでクリアだ、次は美容院、おしゃれになれるかな、あの子は当たり前みたい座ってるね、お、これはこれをこの子に巻きつけて、どういう状況だこれ、これはクリアできたんじゃない、あ、そんな美容師さんも気づいてよ、うん、紐以外に使えるものは、あ、ハサミ、これでこのドライヤーをチョキン、お、いい感じ、10分後、お、おしゃれになってる、いい感じだね、 100m 走、いいな、楽しそう、お、アイテム落ちてる、穴をジャンプで乗り越えて、えい、いい感じ、あれ、あの子いないね、まさかこのままゴールなんてこと、どうしろって言うんだ、ほんとなよ、あ、例えばこのテープを、ん、貼れた、固定できたし、これであの子も剥がしちゃったテープじゃないってことは他の道具、ハサミ、さすがにそれは違うんじゃ、キャキン、あ、切っちゃった、ビリ、どうしよう、切っちゃった、言われてもよ、あー、ダメだ、テープもハサミもダメなら、じゃあこれかな、ボンド、どうかな、あ、来た、さあかかってきなさい、よし、ジャンプ、そしてゴール、やったー、チョコを渡そう、そういえばバレンタインも近いね、チョコ食べたいな、なるほど、
すごい能力だな。ああ。なんかこの窓気にならない？なるなる。なんだろうね。うん。こっちだ。蜂がアイテム？うん。あ、男の子のところに。ちょっと位置が変わったね。これで渡せま。アイテムは？ケイトとコーヒー？とりあえずコーヒー飲んで、ケイトを渡すと、いい子は？今度は部屋？何者なのこの子？ああ、うんちがら。せっかくあんなのに、ばっかり。このコーヒーなんか怪しいよね。普通にやってもあの子にうんち柄にされちゃうし、うんちうんち、あ、わかったかも。なになに？よいしょ。え、なにしてるの？見てて、こうして。あ、茶色のセーターになってる。かわいい。いい感じだね。うわー、楽しかった。ねえ、なんであの男の子あんなにいたずらしてくるんだろうね。好きな子にはちょっかい出したくなるっていうし、もしかして。なるほど。あ、ソーダおじさんが来る前に傘準備しなきゃ。そうだ、いたずらしてダメですよ。一歩遅かったね。なんだろう、凶暴そう。今日はこのワンちゃんと仲良くなっていくよ。できるかな。僕たちがワンちゃんと仲良くなれるようにいいねで応援してね。じゃあ早速。うわー、もう怒ってるよ。くもりん、逃げないで。ここから仲良くなるんでしょ。そっか、噛まれなきゃいいけど。あ、ドッグフード見っけ。これをあげれば。開けられないみたいだね。他にも何か。あ、お皿。じゃあお皿をこうしてっと。いい食べっぷりですな。あ、お手下、かわいい。こうやって仲良くなってくるね。僕とどっちがモフモフかな。僕の尻尾もね。次はおかわり。どういう状況だ。ワンちゃんも一緒に転がりたいのかな。今回はいい子にしてるっぽいけど。じゃあまず手始めにこのテニスボールを。あ、嬉しそう。じゃあどんどんあげちゃおう。いいのか。バスケットボールを。はい、いらないの。だからいっぱいあげても意味ないんじゃ。じゃあバランスボールを。うわ、痛そう。だから言ったのに。え、ビービー、何か言ってたの。全然聞いてねえじゃねえか。へへ、ごめん。もう二人でやってるんだからね。ごめんなさい。次はBBのアイデアでやろう。犬が喜んでたのはテニスボールだけだったから、これを渡してこのまま行けば。よし。あ、BBすごい、頭いい。そんなことないよ。どっちがワンちゃんだろう。わかるだろ。冗談だよ。本当に？こっちにも物がいっぱいあるけど。なんか怪しい扉が。お、お値段。これをあげればさっきみたいにご機嫌にならない。これじゃあお手できないね。じゃあこのぬいぐるみも。これでもダメ。このワンちゃんは何が好きなんだろう。集められるだけ集めてみようか。そうだね、あげられるだけあげて様子見よう。カエルくんとクマくんを。あ、出てきた。よし、これでお手を。そうだった、機嫌悪いんだった。いやー、わからないよ。ワンちゃんをご機嫌に、ご機嫌に。あ、わかった。え、わかったの。まずはぬいぐるみを集めて集めて。ふむふむ。
なるほど。よし、次はご飯適量24グラム分入れるのね。できるかな。よいしょっと。ちょっと入れすぎじゃねえか。でもお腹いっぱい食べた方がいいじゃん。ああ、ダメなの。当たり前でしょ。じゃあ次は僕が頑張ってね。お、ああダメか。1グラムでもずれちゃダメなんだ。次は僕、ワンちゃんの気持ちになって。これは気持ち関係ないだろう。あー、ここだ。できた。マジかよ。今一瞬ワンちゃんと心が通じたの。さすがくもり。今度は餅。なんかワクワクする。あ、でもなんか大変そう。アイテムは多分こっちに。もに、まずは怒ってるワンちゃんを落ち着けるために。これだけじゃダメみたい。じゃあお魚。お魚と言ったら猫じゃない。これで行ってみる。残念。うん、じゃあこっちは。これじゃあべこべだよ。あ、でも、うお、なんか申し訳ないけど次はフェスティバル。なんだろう。逃げちゃった。うん、あ、いけ。うわ、また増えてるし。あ、いたいた。もう逃げちゃダメだから。あ、どんだけ逃げんだよ。もう、やばいやばい、どこだ。あ、いた。ふう、危なかったな。お祭りで楽しかったんだね、きっと。ワンちゃん探しでお腹も空いたし。食事、イエーイ。カゴの中の食べ物を分けてあげるのかな。なるほど。ヨーグルトとキュウリと玉ねぎとブドウ。あ、バナナ。バナナは後でね。はい。まずはワンちゃんが好きそうな食べ物をキュウリと、あとはデザートにブドウ。え、うわ大変だ。いい。ブドウは犬には危険な食べ物なんだって。知らなかった。またやってみよう。集めて集めて。あー、バナナが。今回はワンちゃんの。はい。ヨーグルトは森っぽいから、玉ねぎ。玉ねぎとニンニクもダメだって。そうなんだ。その後も俺たちほんと頑張ったよな。にゃんと。ヨーグルトはワンちゃんも食べれるみたい。この人は玉ねぎ苦手だったね。うん、どうすれば。一つ一つおさらいしながらやってみよっか。ヨーグルトはワンちゃんも食べれて、キュウリも。ブドウは食べられないんだよね。そうそう。あとはこれ。バナナのことは一旦諦めて、ワンちゃんに。えらい。そしてこれは、ワンちゃんも女の子も食べられなかったとなると、あ、台所のお母さん。渡してみよう。おお、おいしそう。オニオンスープだね。これはワンちゃんは食べられないから。よし、これで大成功。最後は引っ張られ注意だって。ワンちゃんとも仲良くなってきたし、散歩も余裕。びっくりした。何今の。鳥たちに反応したみたいだね。うーん、どうすれば。あ、この黄色い丸に鳥が入ってくる前にこうすれば。なるほど。えいえい、うん、えい。うわ、おじいさんやめて。優しいけど僕たちには迷惑だ。えいえい。うわ、ハシビロコウだ。あっち行けね。えいえい。はいはい。よし、無事に到着。ワンちゃんと仲良くなるのってなかなか大変だね。本当だね。でもワンちゃんが食べちゃいけないものも分かったし、結構勉強になったかも。確かに。ワンちゃんにおやつをあげるときは気をつけないとだね。クマリンはワンちゃんのおやつ食べちゃダメだからね。そうだ。フェスティバル。